ストアルバム、スタイラルスが出るということでですね、今後、これ1枚目なんですけど、2枚目、3枚目とつながっていきたいんですけど、どんなのをやっていったらいいかなって。2枚目ですか。2枚目とかもそうですし、ここのプロモーションに関しても、今は別に笑っても大丈夫ですまだ大丈夫ですから、どうやっていけばいいかなっていうのをどんどんここに書き出していきたいなと思うんですが、11曲作る曲数を増やしたいですね、もうちょっとね。あ、なんかありますか。一人一人出したいですね、やっぱ。一人一人出したい。一人一人で曲持ち欲しいっすよね。あ、どういう曲作るの。どういう曲作るの。例えば、僕なら超パーティーチューンみたいな、クラブでガンガンかかっちゃうような、あれみたいな。なるほど。一人一人出したい。いいね。はい。次は。なんか個人個人の PV とかも撮ったら面白いですね。ああ、面白い。個人個人の PV。ビートあのレジェンドとか。うん、ミスレだったね。ああいう感じのになれたらすごいかっこいいなと思います。これがかなりこう肝になってくるわけですね。ひょっとしたらそれはもう PV もし作れるんだったら、あの発信がガンダムとかあ、これ発信みたいな感じの、これな、違う、あれじゃないですよ、信じるじゃないですか、こっちの発信だったら発信発信発信みたいなガンダムでちゃった発信ってどうかあ、インディル信じる初配信の人だ。あ、初合ってる、惜しかったんです、31歳こっちわずかですね、それ、筒木慎一郎なに、信じるのあの、人間の目に言う信じる真実のですこれあの、昔さ、あの石崎のイベントでさ、クラブやったやつ、そうあれの真実のソロがね、意外と軽いんですよ。あら、そう、いいね。あらね、